久保さん。今回あの、や、闇金牛島くんのタクシードライバーにしましょうか。闇金牛島くん、僕好きなんですよ。南の帝王も好きですけど。だから金融、その取り立て好きなんですけどで。で、そのタクシードライバー編があって、めちゃくちゃ面白いですね。これ、僕一番好きなんですけど。ま、あその、あの、タクシードライバーの、その、ま、あすげえ合ってるんですよ。これロバ、あの、タクシードライバー、 の、やってる人が、えっとね、ロバート、うん、闇金、牛島、ロバートじゃないな、牛島くん、秋山だ、秋山さん。秋山さんが、あのー、めちゃめちゃ、ロバート秋山、ロバート秋山ですね。これめちゃめちゃね、ハマってるんですよ、役に。 でもまあどういうストーリーかっていうとまあまあまあお金借りてどんどんつまんで移、うん、っていくって話なんですけどで最後のねオチがね非常にセンセーショナルでまあこれは言わないですけどまあ最後はどうなったかはわかんないでしょどうなったかわかんないけどその最後のシーンでその見てる人にジャッジメントどうしたかみたいなでも多分おそらくああみたいな 多分おそらく、ああ、みたいになったと思います。でもおあの、そこはね、ふーってなるんですよ。まあいいですか、別に落ち。まあ結論、その、娘さんだったかな。あの、娘さんか、多分娘さんだと思うんですけど、まあ結局その金をね、あの、返せなくなって、で、取あの闇金牛島くんが、もう娘いいんじゃねえか、みたいな。で、で、その娘を、 うんそのねその娘の体を使うかそれともお前がなんだ体を使うかまあちょっとそこらの細かいの忘れちゃいましたけどで最終的になんかその娘をこう車に乗せてこう走っていくんですよ。でもどこに行ったか分かんないっていうね。 まああの、まあ闇金牛島君にしかり、まあ南の帝王にしかり、僕はあの、お金に関しては、すげえ学ぶところが非常に多いなっていうところで、だから、なんだろうな、あの、まあ僕も消費者金融回ってね、あの、当時その金で、あの、借りまくったことがあって、やっぱその人ごとじゃないっていうか、うん、だからそういうのも、すごく、 入る部分なんですよねまさか社長になってあの無人くんの ATM で審査してねこうやってファックス送ってねやて <laughs> いやあれはね耳違ったっすねうんでなんか ATM からよん,なんかお金バーン出てくるわけですよ、はあ、ここお金こんなに困ってたのこんな簡単に出てくるのかみたいなね <laughs> 審査通ったかあのお金が ATM から出てくると。 すごいなと思ったりとかね。なんか、まあ、回りまくって審査無理ですって言われたり、あの、ソーシャルディスタンスですね、完全に。<laughs> カメラ越しにちょっと無理ですみたいな。今回は見送りさせていただきますかね。うん。だからまあ、何が、まあ、まとめると何が言いたいかっていうと、最悪の、最悪を想定しろってことですね。ただ、最悪を想定できない人って、多分最悪になったことがないんじゃないですかね。 あんまり。うん。僕は最悪を経験したし、まあその闇金牛島君とか南の帝王から学べる人はどうなったらどうなるのか、最悪の状態を、まあ想定して、自分が今やるべきことをやるっていう、そうならないためにも。だ反面教師ですよね。だからあと、あれですよ。あの、闇金ドックですかね。闇金ドックでしたよね。闇金ドックもいい、ね、<laughs> っすよね。闇金ドックだっけ闇金ドックですよね、多分。 闇金ドックスか。これも面白いですけどね。闇金ドックスも。うん、まあまあ、だかね、これめっちゃ勉強になると思いますけどね。だからまあどういうた、ただ見てね、終わるというよりかは、それを自分のことのように捉えて、自分が今日何するかって、そうならないためにも反面教師でどうなるかっていうことを学んで、実際行動にアクションに移すかっていうことが非常に大事かなと思いますね。うん まあその闇金タクシードライバー編は非常におすすめですね。まあ、これ YouTube でもアップロードされてると思いますね確かうん、はい。ということで最悪を想定しろと言ってらっしゃい